皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ピッポです。今回はレベルアップダーウィン・ヌネス使っていきたいと思います。このヌネスはスキルムーブ逆足がともに5になってかなり強い選手になって登場しましたね。バースデーのカードは2種類配出されていて、スキルが5か逆足を5を選べる感じだったんですけど、今回は両方5、5で来た選手になりました。もともと3、3とかだったんでかなり出世しましたね。終盤ならではのカードといった感じですね。で、身長186センチのハイアンドアベレージプラスのボディタイプです。そしてハイハイの選手になってます。ストライカーに置くならハイローかハイミドが良かったなとは正直思いますが、まあハイハイでも強いでしょうということで、今回のヌネスは右ウィングと左ウィングもできるカードになってます。かなりいいですね。この終盤に来て怒涛のリバプールですね。アーノルド、マクアリスター、ヌネスって感じで結構リバプール登場してきますね。アーノルド作っててよかったなって感じではあります。能力見ていきましょう。めちゃくちゃ強そうなんですけど、ところどころ惜しいなっていった感じの選手ではありますね。まあペース98はまあ良しとして、シュートがねちょっと低いですね。攻撃ポジション94、決定力93、シュート力は96あるんですけど、ロングシュート85、ボレー89だったりとちょっと上げたい数値が多いので、ハンターでもいいかなと最初は思いましたね。まあただ他にも上げたい能力があるので今回フィニッシャーをつけてます。パスがねちょっと残念ですね。視野84、ショートパス90ってことで、現環境だとパスは厳しいのかなとは思います。ただ僕 R9 結構同じくらいの数値なんですけど、まあ難なく使えてはいるので、ヌネスも ST だったらなんとかなるかなと思いますね。でドリブルもちょっと低いんですよね。敏捷性90はまあいいとして、バランス78が結構厳しいですね。あとはコントロール90、ドリブル90ってことで、ちょっとドリブルの使用感は悪いんじゃないかなと思います。リアクション97、冷静さ96はまあいいでしょうといったところ で、フィジカルはさすがってところで、スタミナ98、フィジカル97で、積極性も87あるので結構臭いプレーしてくれるんじゃないかなと期待してます。特性は高精度と高速ドリブルです。華麗な身のこなしとアウトカーブがないのがちょっともったいないですが、高速ドリブルあるってことでスピード感は数値以上にありそうな選手ですね。で今回は一旦フィニッシャーにしてます。理由としてはシュートをしっかり99近くに上げておきたいってところと、ドリブル90ってところを上げたいのと、あとはアジバラもしっかり上げたいってところですね。で今回は一旦 ST で使おうと思ってるので、パスには目をつむってフィニッシャーにしました。仮にサイドで使うってなったらエンジンにしようと思います。あとはバランスがこれでも低いので、バランスだったりコントロールをもっと上げてドリブルの操作感良くしたいなって感じだったらエンジンに切り替える可能性があります。それでは試合映像どうぞ。
どうでした？結論結構強いですね。というかかなりありの選手です。さすが元の進化前カードが100万超えてるだけあるなっていう選手ではありました。特徴としてはやっぱ速いですね。数値以上のペースを感じられる選手だったので、スプリング速度97に関しては特に上げなくていいかなと思いました。めちゃくちゃ速く感じましたね。あとシュートを最初はなかなか決めないなというか、狭いところだとあんまりシュートモーション、まあ身長が高い選手なので振りが大きくてなかなかシュート打つのが遅いなとか思ったりはしたんですけど、スペースがあるところだとめちゃくちゃ強いですね。その点では R9 より使いやすかったです。速くて AI が賢くてポジショニングがいいので結構フリーになってる回数が多いですね。なのでシュートを打つ回数がかなり多いなっていう選手でしたね。なので外す回数も目立つんですけど、とにかくシュートを打てる回数が多いので慣れてくると非常に使いやすいというか頼れる選手でしたね。で両足しっかり決めることができますし、フィジカルの強さもあって結構ゴリ押しで、なんて言うんだろう、臭いシュートというかディフェンダーとまあ接触しながらもしっかりと打てるってシーンもあったので、バランスの低さとかもあんまり気にはならなかったですね。なのでケミスタは個人的にはフィニッシャーでいいかなと思います。パスに関しては下手なんですけどそこまで気にならなかったですね。視野の低さで例えばワンタッチでロブパスを出すみたいなちょっと難しかったんですけど、まあ、ショートパス90あるんで ST だったら問題ないかなと思います。なのでこのヌエスを例えばサイドで使うって場合はエンジンでパスを上げた方がいいかなって感じですね。デッドアイをつけるまでではないですね。個人的にはドリブルはマストで上げたいのでデッドアイって選択肢はなくてエンジンかフィニッシャーの2択になるんですけど、まあエンジンもありかなと思いました。今回 ST だけで使ったんで特に試してはないんですけど、パスはサイドなら上げた方がいいかなと思いますね。まあただこの選手サイドはあんまり向いてないんじゃないかなというか、まあサイドでゴリゴリ縦突破させるラファエル・レオンみたいな使い方はできると思うんですけど、中央の方がより強いと思いますね。僕のスカットでも結構そうそうたるメンツが ST 候補いるんですけど、しばらく R9 と変えて使ってみようかなってぐらいの使用感の良さはありましたね。やっぱ R9 よりフィジカルありますし、決定力はさすがに R9 の方がありますけど、なんだろうな、ポジショニングの良さでシュートを使いそうはヌネスの方が多かったんで、まあスタメンはこっちで、結構スパサブ R9 最近気に入ってるんで、スパサブ R9 みたいな感じでしばらく使っていこうかなと思えるぐらい強い選手でした。まあ R9 と比較できるレベルにはありますね。タイプはちょっと違うんですけど、非常にいい選手だと思います。先週からの流れで日本時間の午前中は結構選手安いんですよ。で午後になると、午後というか夜10時11時ぐらいになると結構高値があるので、朝からやって夜に売れば損はしない選手なので、実質タダで獲得できるっていう風な立ち回りできるので、かつこのヌネスはフェランだったりバランだったりゴレツカと一緒にクリアできる、プレミアリーグ4名ちょうどっていう制約しかないので一緒にクリアできる選手なので、獲得はおすすめですね。100万くらいだったらコインある方多いと思いますし、おそらく週の半ばだったりには50万ぐらいまで下がってると思うので、エンソの時がそうだったんですけど、そういった価格になったら手を出せる方も多いと思うので、かなりこのヌネスはおすすめできる選手ではありました。このラッシュフォードより個人的に好きかな。縦に速いしシュートも上手いって感じで、ラッシュフォードよりかは中央で ST だったらラッシュフォードより強いなって個人的には思いました。そんな感じでヌネスのレビューは終えていきたいと思います。今後なんですけど、まずフェランとカイオ・エンリケとアタルは動画出そうかなと思ってて、あといろいろ売れば、このクルトワとか売ればチュアメニも買えそうになると思うので、週半ばにはチュアメニも買えると思うので、そのチュアメニのレビューも作って出していこうかなと思います。これからも FIFA23 の動画上げていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では。